さんね、今日はね、忍者のね、刀についてね、お話ししましょうね。はい。戸隠流美剣っていうのですか？そうです。これはね、戸隠流に代々伝わるね、八方美剣の術というやつがあるんですよ。それでこれはね、特殊なね、刀の構え方とか、それからいろいろな、作法があるんですね。その後でね、忍者の鎧を見ていただきましょうね。刀を大きく構えて、パッとの鞘から目つぶしを巻いて切ってしまう。戸隠流ではね、これが独特の型なんです。目つぶしっていうのは随分いろんなところに隠してあるんですね。それからね、影の一刀って言いましてね、こう相手が切り込んできますね。その時に、とっさにですね、その後ろに刀を回しましてね、相手を切りつけるというようなね、居合の偏見があるんですね。これはね、右手がね、使えない場合ですね、とっさにですね、その受けて切るという、その片手抜きですね。というふうにですね、忍者の変わった方がたくさんありますね。それはですね、忍者は狭いところで戦ったりですね、それから樹木を盾にして戦うという、多かったからですね。だから刀も短い方が良かったわけですね。そうですね。ですからね、広いところでですね、忍者がね、短い刀で敵の長い刀とね、戦うということは非常に苦労したわけですね。それが刀の上にも出ていますよね。その場合はどんな構え方をするんですか？じゃあそれをね、やってみましょうね。はい。忍者の刀は短いですから、長い刀の敵と戦う場合にはなるべく、刀を前に突き出して、して腰を落とすというのが戸隠流八方美剣の、一の構えです。先生、忍者もやっぱり合戦の時にはこういったような鎧をつけていたわけですか？そうなんですよ。この鎧はね、普通の鎧よりもね、軽くてね、それで非常にね、行動するのにね、便利なようにできてるんですよね。じゃあ、これをつけてみんなと一緒に戦ったわけですか？忍者はね、特殊な、立場にいましたからね、これを着て、敵陣に夜襲をするとか、それからね、敵の攻めてくるのを見張るとか、そういう役目をしたわけですね。忍者はやはり目立たない仕事が多かったようですね。やっぱりね、影武者でしたね。それから忍者の鎧にはまだ他にこういうものがあるんですよ。軽くてね、これはね、丈夫で。先生、やっぱり忍者の鎧っていうのは目立たないようにできてますね。